お疲れ様です。黒坂の龍です。夏です。よいしょ。はい、じゃあ今日の企画は、今日の企画はアビスパ福岡タイム横浜 F マリノスレビュー。はい、はい、先ほど、はい、スタジアムにて見てまいりました、はい、5月21日、はい、ベスト電機スタジアムアビスパ福岡対横浜 F マリノスの試合、はい、1-0 で勝利。そして、はい、これでなんとアビスパ福岡は21年ぶりの勝利をしておりますと、はい、うわ、歴史28年ぶりとか言われた最初、いやなんかね、そうやって聞いてた気がしたけど21です、ね、持ったね、だいぶ持った。21って俺がまだ小学校1年生ぐらい、すごっ。そうね、まだ4歳ぐらいかね。え、奇跡的な勝利、ね、どんだけ勝ってないんやって話だけどね。まずもってこう対戦する機会が少なかったっていうのがあるけど ね、そう、 J1 にいなかったんでね、うん、でも歴史的な勝利を目の当たりにしましたけども、はい、やっぱりいいね、スタジアムで試合見るのは、ね、うん、よかった、いい、うん、やっぱこうダゾーンで見るのも別にいいんやけど、うん、なんか細かい体の動きとか見れるよね、うんうん、京都が特にね、多分生で見た方が面白い、面白いゲームやったね今日は、うん、得点とか以外のところもね、もう本当に一個一個の細かいプレーがすごくハイレベルで、うん、まあ見てて飽きないというか、うん、で、まあ、俺前半が終わった時点で、うん、マリノスのサポーターの人とか、うん、まあ、アビスパのサポーターの人とちょっと話したんやけど、うんうんうん、もう前半の時点で見応えがすごすぎて、うん、いやこれは来たかいありますねっていう話をするぐらい、うん、もう引き締まった好ゲームでしたね、うんうん、というところで、はい、はい、で、まあ、今回注目されたのはリーグ最少失点を誇る最強の盾ことアビスパと、はい、最多得点を誇る最強の矛、横浜横浜です、はい、の、まあ、そういうゲームだったんですけど、うんうん、もう本当守備戦術の、ね、高さをアビスパが見せつける結果になりましたと、うん、ただ横浜 F マリノスやっぱね、うん、いいチームでした。いや間違いない、うまっ、うん、なんか開始早々はなんかあれマリノスこんな感じだったっけみたいなこう話しちゃったけど、やっぱだんだんこうねギアが上がってきたね、やばいねってなって、やっぱパスが合い出したよね、うん、細かいダイレクトパスとかね、でも手につけられない、そうね、うん、でもポステコグルー監督から今、うん、マスカット監督に変わって、うんうん、やっぱしっかり変わったのは感じたよね、うん、変わった、なんかもう少し縦に速い感じのイメージはあったけど、うん、どっちかっていうとよりちょっと崩すじゃないけど、うん、まあ、縦に速さも残しながら崩してくるイメージもあったしっていうところですね、うん、確かに去年はもうサイドからガンガンアタックしてくるイメージが ね、もうアリやらないのこうすごい速いクロスを上げていくね、うん、まあ、選手も変わったしね、変わったね、うん、というところですけど、うん、じゃあ両チームのスターティングメンバーから見ていきましょう、はい、こちらですな、はい、はい、まあ、こういう形で、アビスは 4-4-2、はい、マリノスは 4-2-1-3 という形ですね、はい、うん、どうでしたかね、まあ、僕としては個人的にすげえ印象的だったのは岩田選手、はい、マリノスの24番かった、ね、うん、めっちゃうまかったね、運べる、つな、うん、げる、うん、抜けれる、うん、もうなんか何やらせても結構怖かった選手で、もともとセンターバックの選手やけど、うん、ここのポジションが適任じゃないかなと思ったけどね、うん、はまらんね、うん、あの選手がいるだけではまらんね、うん、で横にいるチマとさ、はいはい、こうセットになるとすげえ嫌やったよね、うんうん、で途中でアンデルソン・ロペスが退場になって10人になってからも、うん、やっぱねこの2人がビルドアップに参加することで、うん、もう捕まらんのよ、捕まらん、うん、で小池と長戸はもう インサイドハーフの、うん、もう嫌なとこついてくるし、そうね、はまらんで言えば小池選手がすごいやっぱ剥がし方が上手だったなと、ね、俊介って言うんだね、あ、なんかあの切り返しは分かったよ、2回3回切り返しめっちゃ深いしね、よくあそこででもあれできるよね、うん、あ、やっぱあんだけやっぱ自信がないとあそこまで持ちきらんよね、ああいう最終ラインで、ね、もう絶対的な自信がないとやっぱり最終ラインでね、クライフ探査できんけどね、うん、できん、すごい短所って、ね、本当しかも綺麗に引っかかるすごかった、うん、いや、いい選手やっぱ、うん、でも一人一人のレベル高いのよ、確かに、なんかすごいやっぱディフェンスライン4枚もさ、うん、まあ、エデアルとか強いやっぱセンターバックやけど、うん、なんかディフェンス力が高いというよりはやっぱこう技術があって、うん、まあ、しっかり正確にプレーできる選手が中盤もみんなできるやんぐらいのやっぱ選手が揃っとった、ね、うん、あったね、うん、もうサネトでいうとフォワードやしね、フォワード、そうそう、だけどやっぱディフェンダーっていうよりはそう、ね、どこでもできる選手やん、ユーティリティー差のある選手やんっていう人が、うん、ね、フォワークでおった感じでしたね、やっぱいいチームでしたね、うん、強かったな、あとなんかマルコス・ジュニオールもなんか最初ちょっとこういまいちパッとせんかったけど、うん、まあ、後半ちょっとやっぱこう熱くもなってきたけど、うん、まあ、ギアもかかると、うん、手がつけられんかったね、もう
ファールでしか止めれてない状況、そう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 、前とかが行っても全然遅れるし、うん、でなんか取れたと思っても絶対ボールをやっぱな逃さないというか、そうそうそう、ね、ちょっと悪い状況になっても上手い選手って取られんやん、そうそう、ボール隠すけん ね、体を使ってそれが上手だったら、まあ、やっぱりと、まああと僕個人的に言うと宮市選手とかですね、やっぱ早かったね、早かった、いやー宮市生で初めて見たね、早かった、ね、1本あったね、あれ早かった、ね、いやもうだってさ、しかもあれもう完璧に食いついてきたのは、うん、とって前島が、うんうん、食いついてきたの分かった上で、うん、また自分のまたスーって通して、あれね、すごかった、あれウイングって感じやね、チェルシー、チェルシー、チェルシー、いやマジチェルシー戦ぶち抜いたの、いやトゥーレをぶち抜いた、あれすごかったよねマジで、すごかったマジ、まあ、久しぶりに、あとはもうサネト選手、中川選手見れたのが、ね、そうね、よかったね、よかった、うん、お帰りなさいというところですね、はい、でアビスパでいうと、まあ、442で、うん、今日はファンマと山岸2トップで、はい、まあ、ちょっとやっぱファンマのね、うん、スターティングメンバーが少しずつまた戻りつつあるなと、うん、まあ俺の言った通りはやっぱり、うん、やっぱね最初ファンマで行きたいんじゃないかなって俺は気がしてる最近、うんうん、ルキアンが悪いとかじゃなくて、うん、やっぱファンマの安心感、うん、まあ、実際今日アシストもしましたし、そうね、いいアシストやったよあれ、うん、まあ確かにこうあのルキアンの使い方も良かったかもね、うん、後半の時間でルキアンを出すことで一発ちょっと破壊力があるけど怖いよね、ファンマもなんかちょっと前半集中切れてるのかなってシーンもあったけど、うん、まあ、とはいえやっぱり やるとかやってくれたし、うん、クルークス何よりクスやっぱテクニックエグい、うん、安定感があるね、やっぱ安定感ある、うん、なんか流し込んだけどあのシュートも、うん、簡単じゃない、簡単じゃないよあれは、あれはレースもすげえ、そうそう競ったけん、あれでこうやっぱファーサイド狙う、うん、俺やったら多分怖くてニア行ってしまうと思うよ、うん、あれ行きたくならん、そういやしかも浮いとったしね、そうバウンドショットだけどね、あれを決めたね、素晴らしい、よく収めた、はい、まあ、ディフェンスラインでいうとね、うん、奈良宮、はい、もう今日マジ良かった、間違いなく良かった、もうねやっぱ相手が速い、うまい、うん、振られるっていうのは分かった上で、うん、やっぱ最後の最後シュートコース足出すっていうところは絶対に守ってたっていうのが、うん、まあ、今日の勝因につながったと思うし、うん、まあ、村上はいつも通り安定してた、うん、ったね、あと後ろ向きの時のやっぱり奈良選手と宮選手のこうコンタクトが良かった ね、 ったね、うん、もちろんちょっとファールっぽくいくとこもあるけど、うん、まあまあ、退場してないければいいというか、うん、まあ、激しくやっぱ言っとかないと、アンデルソン・ロペスとか、うん、ジュニオールとかはもう自由にさせたら多分終わるけどね、うん、そういう意味では激しくこの時でいけてたし、うん、まあ、素晴らしい、よかった、前島も今日よかったね、めちゃくちゃよかった、めちゃくちゃよかった、うん、前島なんか今まで見た人今日一番よかった、俺もよかったと思う、一番まあで田中達也もすごいプレスでいけとったし、はい、まあそんな感じっすか、うん、田中よかったね、うん、よかった、まあ、あとはまあ若干やっぱ相手の中盤が良かったから、前選手がね、なかなかこうボール奪いきれなかったイメージがあるね、うんうん、あの前でもやっぱ奪いきれんというか、うん、でやっぱこう出足遅れとったもんね、前ですらもともと結構早めに読んで体ぶつけてとか、そうそうそう、なんならあのインターセプトできるところも、そうそうそう、やっぱマルコス・ジュニオール相手にした時とかに、うん、やっぱ 1,2、うん、歩前ですら出遅れてるの見て、うん、あやっぱすげえやなと思って、うん、面白かったね、はい、いやもうそう、もう話そうと思えばいくらでも話せるよね、マリノスもやっぱ強かったから、なんかもう一回試合見ながらみんなと一から語れるぐらいいいゲームやった、ね、うん、マリノスサポーターさん今日ありがとうございました、すごい多かった、良かったですね、はい、なんかコメントとかよくいただけるとあれです、はい、めちゃめちゃ多かったもん、めっちゃ多かった今日あのアビスパ7000ちょっとあったんですけど、はい、3500マリノスらしいです、いや多すぎやろ、あそこで3500に入らないの、入らないのメイン側にも入っとったっぽいでしょ、マリノスサポーター、そう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 、すごいよね、すごい、いや応援熱かったよね、マジで、うん、本当にどっちがホームなのってぐらいいいゲームの、いや俺あのレッドカードの時マリノスサポーターがわーみたいな雰囲気を感じたけんさ、あいやレッドカードかと思った、違う、違うよと思うやろ、うん、あれはもう多分分かった上で盛り上げてたの、盛り上げてね、元気出すよと、切り替えろ、素晴らしいです、うん、素晴らしいですね、雰囲気的にも、はい、はい、じゃあね、うん、まあ、タイムラインいきましょうか、はい、タイムラインこんな感じですが、はい、まあ、前半20分中村俊が早速イエローもらいましたと、はい、なんか結構終始怖くて、うん、いつ交代するやろうと思ったけど交代せず、はい、で前半は結構横浜マリノスに結構ボール握られながらも、うん、ただ1個だけファンマが落として前のシュート、うん、まあ、多分あれオフサイドだったと思うんですけど、あれは、まあ、いいシーンも作れてたし、うん、ただよそれ以上に危ないシーンが多かった中で、まあ、0-0 で折り返せたっていうのは最高の前半だったんじゃないかなと思うんですけど、アビスパらしからのダイレクトプレーね、いやー
あれ、まあ、マリノスのちょっと真似しとったよね。ポンポンポンみたいな感じでね。そうあれマジでいい形だったね。よかったね。やっぱ前選手があそこまで上がってゴールシュートまで打てるって、ね、やっぱね、2列目の選手があそこ抜けるとやっぱ開くんよね。そうだけあそこでやっぱ、オフサイかもしれんけど、あそこまでフリーで ね。あれ良かったですね、うん。今後のいい、なんか、課題じゃないけど、うん、いい勉強になるゴールじゃないかなと思うんですけど、うん、ゴールじゃないけどね。はい。で、13分後半ですね。はい。クルス。はい。でもよくないゴラッソ、やれよかったね。いや、素晴らしいよ、よかったし、やっぱファンマもよく触ったね、あそこはね。そう、やっぱね、ファンマのシュートは荒れないよね、うん、やっぱゴール前でドーンと構えて、うん、もうボールつつくとか、うん、まあ、つなぐとか、うん、もういい仕事しましたよね、うん、はい。で、まあ、後半21分テルとミエチ変わりますと、はい、24分にファンマとルキアン、はい、クルクス、金森、はい、まあ、金森も途中で入ってからすごく運動量高かったね、うんうん、ドリブルがね、ドリブルも良かったし、うん、守備のね、やっぱこうスプリントもできてましたし、うん、後半から金森が入る意味にしてはすごく高かった、うん、間違いない、うん、で、36分後半、はい、アンデルソン・ロペスが VR で退場と、うん、まあ、唾を吐いたらしいんですけどね、うんうん、まあ、なんか正直サポーターもみんな分かんないぐらい何が起きたのって感じだったんですけど、うん、まあ、どんなことがあったとしても、まあ、唾吐くのは良くないということですね、うんうんうん。まあ、多分でもね、ミヤも結構つついてたと思うよね。まあね、まあ、小競り合いは常にあったと思 う、ね、この後半まで。まあ、それをそのプレーの前に一回押しとったしね、うん、そうね、一、ま、回ポンと押しとったけ、そう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 、でそれいろいろ積み重なってね、そうそう、まあ、イライラしてしまってね、うん、まあ、でもこれがサッカーの駆け引きというか、はい、まあ、そうね、うん、そんな当たり前にあるやつ、ね、当たり前にあるよ、うん、そこでこう切れてたらまあキリがないからね、うんうん、っていうところですけど、まあ、唾吐き行為は多分6試合出場停止かな、うん、まあ、ちょっと紳士的ではないよね、うん、っていうところで、で、後半37分に水沼と吉尾、はい、吉尾がね、俺昨年 J2 で多分2桁ゴール取ってて、今年マリノスに復帰した選手で、はい、まあ、割と結構個人的には期待してたんですけど、はいはい、もうちょっと見たかったかな。ゼルビア、ゼルビア、そう、ゼルビア、ゼルビア、はいはい、でもね、2桁取ってたと思うよ、去年、うん、で、あのマリノスユースなんよね、はいはい、まあ、いい選手なんです、うん、で、後半41分田中達也とソータ、後半48分山岸と柳、柳、フォワード正しく取った選手だね、あのフォワードで。違う、右サイドバック。最近の多分長谷部監督の流行り七のフォワード。てか、でも俺その前に冗談で言ったよ、フォワードじゃない、柳フォワードやね、これ、柳フォワードぜーっとかって話しとったら、柳来てない、来た、え、フォワードやないみたいな、ガチで、マジでびっくりした、いや嬉しかった、好きなやつ、これ良かったよね、うん、結構良かった、良かった、やっぱその守備の選手なだけあって、うん、切り方とか横スライドの速さとか、うん、後半から入ってやっぱ柳自身もスピードあるけんさ、うんうん、なんか絶対普通にいいやんと思って、うんうん、チェイスもできよったし、うん、だから毎回来るよ、あるね。でも、うん、ここに柳使うなら、うん、渡りでもいいんじゃないですかって。そうね、消息不明です、いやマジで、渡り選手と、はい、重弘選手、はい、どこに行ったんでしょう。そうね、ちょ、消えてますけど、消えてます、なんか見たいね、久しぶりに、うん、まあ、北島選手出してもよかったかなと思ったけどね、うん、そういう意味で言うとやっぱオプションは多いし、うん、まあ、多分後半この時間にあのその中の誰が出たとしても多分やることは理解できてるし、うん、まあ、いいゲームだったなと、うん、よかったね、はい、うん、で、まあ、タイムライン上はそんな感じですね、はい、ね、まあ、本当に、アビスパ福岡の勝利と、はい、改めて言うのは素晴らしい、うん、チームスタッツいきます、はい、スタッツこんな感じです。1、福岡 35% ボールサイズですね、はい、マリノスが 65%、まあ、持たれたね、うん、10人になってからも変わらず持たれた、いつもの、うん、どっちが10人なんてぐらい持たれた。、うん、でもやっぱね、うまい、やっぱりこう前と後ろの入れ替わりとかもスーッとぬるーっと入れ替わってさ、うん、もうと全然はめられる気せんかったし、うん、なぜかアビスははめられよったし、そうね、で多分なんか前の狙いとした前半からアビスパの左サイド、うん、七と田中達也のとこではめに来てた感じはあったよね、うんうんうん、どっちかっていうと、うん、まあ、クルークス前島ではめるよりは左ではめたいみたいな、うん、だからお互い前半としては左とアビスパの左、マリノスの右で結構ゲームは展開してたかなと思うんですけど、はい、でシュート福岡9でマリノスとか15、はい、枠内福岡 1、横浜が2、あ、まあ、お互いね少なかった、ね、打たせず、うん、まあ、割ると打たれたけどね、うん、っていうところで、まあ、やっぱアビスパらしいゲームに持ち込んだっすよ、はい、まあ、言えばアビスパらしいゲームでアビスパの土俵で戦ったっていうのはいいことかなと思います、うん、走行距離福岡 115.97 にマリノスが 113.587、はい、まあ、最後1人分違うぐらいですね、ちょうど、うんうん、スプリント福岡197マリノス170、はい、スプリントで負けなかったのは素晴らしいんじゃないでしょうか、うん、クルクセのクルクセと田中達也早かった
でパス、はい、福岡233でマリノス717、はい、3倍以上、いや割とすごいよこれは、はい、なんか俺今日この2年間で見た中で最高ぐらい差がついたかもしれない。あえて回さないから、いやそうね、はい、あえてボールは握らない。福岡 58.4% 成功率でマリノスが 83.7%、 高いね成功率。いや言ったよねやっぱ俺、うん、そうマリノスのミスが少ない少ない、うん、マジで少ない、うん、それに加えてやっぱアビスパってやっぱミス多かったから、そうね、うん、もったいなパスもいっぱいありますね。もうそういったやっぱりユーティリティ差のあるやっぱ選手を起用してミスの少ない選手、そう、ね、正確な選手を起用してるイメージが、なんか本当にこうちっちゃいバカ回しをずっと作ってた感じ。そうやっぱそういうのがやっぱ上手な選手が揃ったような感じがしてる ね、 なんか今本当にすごかった、うん、でやっぱ局地的にすごい数的優位を作るというか、だけど本当にすごい狭いスペースでミア一人に対して水沼、うん、ロペス、まあ、ジュニアル絡んで、うん、なんか3対1とか3対2ってを作ってしまって、うんうん、もう横にパス出せば絶対捕まりませんよみたいなシーンを作るのがうまい、うんうん、でそのための動きを知ってる、うん、これがマリノスじゃないかなと思うんですけど、はい、すげえかったね。すごかったね。前に4枚残ったしね。いやマジで前に4枚は両サイドガン開きして、そうやっぱギャップをどんどん作っていって、そうね、もうだけ、攻撃時はマリノスは、うん2-4-4 になるイメージやったよね、うんうんうん、4-4-2 のアビスパに対して2-4-4にして、うんうん、もう押し込んじゃうっていう。そうね、あんなどこ回すきゃいいかわからない、ね、いやーね、うん、でちょっと浮いたとこに、多分少し浮いたとこにそのマルコス・ジュニアがちょっと動いて、中川が動いてとか、うんうんうん、もうすごく狙い通りというか、うん、でちょっとその気を抜いたと思ったら多分、うん、あのアンデルソン・ロペスのボール入れとかもあるし、流動的すぎて誰がどこにおるかわからなくなったもんね。わーマジで怖かったね、うん、まあ、いつやられてもおかしくないというか、うん、どっからでも点が出てきそうなメンバーでしたしね、うん、はい、はい、というところで3つになっております、はい、まあ、今日、うん、まあ、勝てたっていうのは本当に、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけど、うん、やっぱアビスパらしさで戦った結果、うん、そうね、あ、うん、マリノスの戦い方についていかなかった、うん、まあ、まあ簡単にスタッツ見ても分かる通りね、最多得点のマリノスに打ち合いに持ち込ませなかったっていうのがもう間違いなく、ね、しっかりこう、うん、いつも通り組んで、うん、ブロックを組んで、うん、仕留めようとするっていう姿勢の貫いたスタイルが一貫性あったっていうのが良かったですね、うんうん、マリノスに枠内シュート2ってすごい方じゃない。いやマジですごい、ね、絶対、うん、全然打たせてないけど、うん、いやマジ最高でしたね、はい、はい、というところで今日はアビスの勝利になっております。はい、 CVP マジで久しぶりなのよ、今年勝ってねえのよほとんど。柳ですまあ柳でもいいでも、うん、今日の CVP を発表したいと思います、はい、今日の CVP は、はい、ダレレ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 レいやクルークスと迷いましたよ、はいはい、もちろん迷った。でファンマの話もあった、はい、山岸の話もあった、宮もあった、あ宮もあった、うん、でも今日なら良かったね、良かった。空中戦もバチンとね、うん、アンデルソン・ロペスに勝てるし、うん、もう足出てんのやっぱ最後のところ、うんうんうん、なんか奈良が足出さんかったらもしかしたら入ってたんじゃないかっていうし、うん、やっぱ 2,3 点あったから、うん、もう気持ち見せてましたよね今日、うん、でやっぱこう時間稼ぎでもちょっとアンデルソン・ロペスイラつかせたりとかしてたんで、ね、やっぱ相手フォワードもね自由にさせんかったよね、大事、うん、だミアも良かったですよ、同じぐらい良かったけど、うん、なんかパッと見た感じ奈良の方が、うん、まあ、勝利に効いてたんじゃないかなというところで、うんうん、今回は奈良選手です。やっぱね、そのプレー外のところでもちょっとやっぱいい ねフォワードとの駆け引きをねあったね、うん、でもやっぱ抑えるところ抑えてると、うん、しっかり相手が後ろ向いた時はガチンといくし、うんうん、これいけるかいけんか全然違うよ。すごい、最多得点にやっぱゼロで抑えるすごいね。いやもう本当に、いやこの価値は本当なんか J リーグ全体として誇っていいと思う、うん、マリノス相手にうのゼロできるようになったんだっていう、うん、すごいね、21年ぶりね。だって去年はさ、アビスパさ守備いいって言われててもマリノスにやっぱボコられたね。ボコられた、いや去年マジボコられたよね、ボコられた。でも今年はさらに守備が成長したっていうのを見せつけながらも、うん、しっかり勝ったというと、まあまあ、まあ、ちょっとマリノスが ACL 明けのアウェーアウェーになったのかな。そうね多分、うん、で浦和とこの前試合したばっかり、うんうん、で3対3 の劇的ゲーム終わった後っていうのもあるとはいえ、うん、まあ素晴らしいゲームです。持ってるね、アビスは去年からいやフロントアレがちょっと、ね、ACL 明けで、ね、ちょっと押し込んでるところ勝つっていう。でも、うん、ガンバの ACL 明けに去年負けたから、そっか
そっか、謎のゲームするのがアビスパ。そうですね、今日謎の勝利。いいことしたと今日落ちるけどね。いやそうね、で次の試合負けるかもしれない。でも本当素晴らしいゲームでしたけど、奈良選手おめでとうございます。鼓団子3000円券を進呈します。やばい、ギリー。来てくれるんならいいけどね、うん、払うやろ、うん、来てくれるなら、ね、奈良選手、鼓団子鼓店でお待ちしております。はい、はい、というところで、今日の振り返りになります。ちょっと急いでね、はい、あげたいと思いますので、はい、皆さん熱が冷めないうちに、はい、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。